え、中高一貫5年、数年サボって勉強忘れ成績屈伸で自分も母も主職の方法で考えています。えー、高卒の厳しさは分かってるつもりです。今からでも大学を目指すべきですかはい。資格や死ぬ気で高卒地方公務員とかを目指すべきでしょうかいろんな人に地頭いいしやりゃできるのにと言われてきましたが、自分がやればできるのかできないのかすら知りません。 数年のサボりの会社は正直できないと思って諦めてます。趣味は DTM でを言えば音楽研修で稼ぐ悩み。えっ、ー、と、この現状にアドバイスをお願いします。えっと、あの、たかが数年でできないと思ってると、あの、人生って長いんですよね。で、大体、あの、日本人の、まあ、あのだまあ、男性だと思うんですけど、男性ってあの、80後半ぐらいもできるんですよ。で、中高一貫5年ってことは多分まだ17歳とかだと思うんですけど、あの、その間の数年ってどうにでもなるんですよね。 あのぶっちゃけその大学に受かるための授業レベルであれば本気で1年やればそこそこの大学は受かりますよなのであの別に数年間何をしなかったとしても別に何とかなるんでであのまあ本当に地頭がいいかどうかでやることできるのかできないのか知りませんだったら確認してくださいあのやってみて本当にダメだって分かったらそうダメな中でどうやって生きるかっていう選択を選べばいいと思うんですよね 例えばその僕の知り合いで性格の悪いあの死んだ酒飲みをしてるデブなおっさんがいるんですけどであいつ基本的にダメなのはもうあのいろんなところで証明済みなのでその彼が頑張るとか俺これいけると思うんだよねっつっても周り誰一人信用しないんですよあまた嘘言ってるわこいつみたいな。っていう感じでそのできないことが証明されてる人であればもうできないよねって納得してなのでできない形でどう生きるかっていうのをやればいいと思うんですけどまだできるかどうかわからない知らないっていうのであれば一回できるかどうか確認してみた方がいいと思いますよ。